パノラマサイト、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、弓岡を追い詰めたところからですね。もう、何聞いてもって感じかな。あの探偵さん。なんだい？まだまぜ？あなたの持つ術様ですけど、できれば手放していただけると。ああ、そうだね。このような危険なものはむやみに持ち歩くものではないからね。だけど残念ながら、それは今できないんだ。どうしてでしょうか？ああ、そうか。知らないんだね。じゃあそちらの飛躍さんも、飛躍さんにも教えてあげよう。ん？きっとまだ誰も試してなかったんだろうけど。そもそも、呪詛玉は普通の人には譲渡できないようなんだ。え？何ですと？実はさっき、こちらのマダムと試してみたんだけども、ただ呪詛玉を他人に渡しても、やがて貸主の手元に戻ってきてしまって貸主が移ることはなかった。考えてみれば、最初も貸主の手元に勝手に現れたものだから当然とも言える。でも、テスミ警部は他の貸主から呪詛玉を回収できていますが、貸主だからってこと？であれば、それはきっとテスミ警部が貸主だったからだろう。ああ。じゃあつまり、呪詛玉の譲渡は貸主同士でのみ可能で、呪詛玉だけを手に入れても、貸主になれるわけじゃないし、呪詛も使えない。その通り、こいつは言うほど危険な代物じゃなかったわけだ。飛躍さんがやろうとしていた呪詛玉のみを回収するという思惑も、貸主じゃなかったのなら残念ながら、そもそも不可能だったということだね。くそ、荒い姫、そのくらい試しておけ。だってあいつ友達いないもん。やっこちゃんの呪詛玉を受け取れないように感じたのもそういうことだったのか。さっき借りた時もすぐ返しちゃったし。というわけで、ミステリアスマドモアゼル。これは後で、堤警部に直接渡しておくよ。堤警部をご存知なら、それでいいと思います。ありがとうございます。渡す気ないだろうけどな。堤家の聖魔の末裔がどこ、はあ、ダメか。じゃあ私から担当職人聞くけども、よしみはじめをやったのはあんたらかい？それは違います。今更とぼけんじゃないよ。じゃあ誰の仕業だってんだい？そこまでは知りません。私どもがよしみはじめの持つ情報を狙っていたことは事実ですが、それを得る前に何者かに殺されてしまいましたからね。だからやむなく、城沢様をターゲットいたしました。なんで、私はまんまと吐かされた上に呪いまで受けさせられたってわけかい。そうなりますね。まさか脱出するとは。ま、いろんな奇跡あって、どうにか出れたんだけどね。なんで、初めの持っていた情報って、あれは一体何だったんだい？うん。今更しらばくれってのかい。しかし、まあいいさ、一旦他の人の話も聞こうか。はめちゃくちゃ動揺してるじゃん。あとミオちゃんぐらいしかないんだけど。あ、飛ばしちゃった。じゃあガミアド先生がインチキで霊感がほぼゼロだってことを世間にバラしますけど。わかりました、観念しましょう。こちらで独自に調査した結果、七味川聖満の末裔とは吉見一でした。なんだって？まあそうだろうな。じゃあそれが目的で一を付け狙ってたわけかい。ただし吉見一が持っていたのは片割れのみです。片割れ？確かにあいつは古文書の片割れとか言ってたね。六名簿、院の書、秘蔵場所は、二つに分けられたお守りに隠されて代々受け継がれているようなんです。お守り？なるほど。一つは吉見はじめが持っていたはずですが、きっと殺された時に奪われてしまったのでしょう。もう一つの何かも吉見なら把握していたのかもしれないので、それであいつが受け継いでいるものについて、私から聞き出そうとしたわけか。
はじめが最近面倒見てたここが持っていたってやつだね。あ、みちおちゃんのお守りだ。はい。白石みちおもまた、土見から千羽の末裔だったのでしょう。え？父親の形見として持っていたお守りがそれだと、長沢の記憶をもとに探りました。しかし、白石みちおはすでに亡くなっていたわけか。はい。くしくも岩井と近い関係の、娘だったので、そこから探らせようとしていたところ、岩井も死んじまったわけか。それは、途方に暮れたことだろうね。なるほど。じゃあ、みおちゃん、そのお守り二つ集めれば。うん。六名簿院の書のありかわかるんだね。答えは案外近いところにあるってやつだね。手に入れる難度は近いかどうかわかんないけど。今結局どこにあんだろうな。エコちゃん、二つのお守りのありかについては今は黙っておこう。そうだね。わざわざ弓岡に教える必要ないか。危ない危ない。くちばしそうだったよ。さて、こいつに聞きたい話はこんなところかね。素直に話してくれたから、今日のところはこれで勘弁してやろうか。ありがとうさん、もういいよ。しかし、そちらの情報も。何事か言ってんだい。もう用はないよ。さっさと消えな。マヨさん、好きだな。じゃあ僕たちも用は済んだから、これで失礼しようか。そうね。あの、探偵さん、自殺弾は必ず。もちろん、約束通り、堤警部に直接渡しておくよ。いやー、弓岡に渡すに済んでよかった。さあ、帰ろう、マダム。これで僕らも、厄介な自殺からは解放だ。あの探偵と夫人、気をつけておいた方がいいかもね。そうですね。え、なんで？やっこちゃん、純粋だね。なんか企んでる気がするよ。私は、ただの勘だけどね。うん。結局あの探偵さん何がしたかったのか。呪詛玉の情報を得るのが目的だったなら、ちょっとまずいかも。あ、そうだ。私も呪詛玉ってのを持たされたんだけど、極意上陣。あ、はい。できればそれも使わずに、堤警部に渡したいんですけど。わかった。あとでその警部さんに合わせてくれれば渡すよ。私もさ、このまま持ってたら変な気を起こしてまいそうだからね。やっこちゃん。あ、そうだ。長沢姉さん、ちょっと大事なお話が。あ、びっくりした。姉さん？奥田瞳って子知ってますよね。っていうかさ、やっこちゃんも、頭主だったんだから、全員やっこちゃんに集中して渡せばいいんじゃないの？ダメなの？なんだって？はじめのお守りを奥田ちゃんが預かってるって。はい。よしみさんが事件の直前に慌てて預けたみたいで。おそらく、何か急な危機をさして頼めたのがその時一緒にいた奥田さんだけだったのこと。そっか、そいつは面倒が来ちまったね。やっぱり、はじめはそのお守りを狙う何者かにやられちまったわけだ。でも、預かってくれたおかげで奪われずに済んだわけだよね。奥田ちゃんには感謝しないと。あの、それで、私たちはそのお守り渡してもらうには難しいと思うんで。ああ、そうかもね。はじめとの命を張った約束じゃ。で、あんたたちはそのお守りが必要なんだね。はい。あ、私としては、そのお守りを餌にして、はじめをやったやつを踏んづかまえてやりたいところなんだけど、お願いします。必ず黒幕を突き止めます。おそらく相手は、霊術を扱える人間です。私たちに任せてください。はい、絶対一人でやります。おやおや、そうか。いい目をしてるじゃないか。あの、みおさんの目を見て言ってもらっていいですか。この、ちょっとなんか、じと目を見て言ってもらっていいですか。若者のそういう、やってやるって目に私は弱いんだ。じゃあ、ニックキー、はじめのこときあぶり出してとっちめてくれるかい。はい、やってやります。私これでもだいぶ怒ってますから。あんまりそう見えないけどな。肉弾攻撃が通用する相手だったら私がやってやります。あはは、頼もしいね。じゃあ、あんたたちに任せるよ。
じゃあ、奥田ちゃんのいるって場所に行って、お守りを預かってくればいいんだね。でも、お守りはもう一個必要なんじゃないのかい？はい。白石さんが持っていたもので、大体見当がついてるので。そっちも、堤警部に確認なので、高校に行って呼んでもらおう。オッケー。じゃあ行ってくるよ。高校で待ち合わせでいいね。よろしくお願いします。進んだね。決戦の前。どうすんだろうな、マダム。もう、だって、他人から奪うみたいな方法はもう、ほぼほぼ無理だと、思っていいじゃん。救出した正沢真由の、真由と共に、弓岡を問い詰め、新たな貸主の情報入手を試みたが、特に有益な情報は得られなかった。そこで、シギマ邸に戻ると。新しい情報がありました。本日、墨田区で大規模殺傷兵器を使用するという予告した男を威力業務妨害容疑で手配していた事件で、捕まえた？容疑者の、あ、そうか、ボコボコにされてたのか。容疑者の56歳にしてはちょっと若く、56歳ぐらいかな。一般女性1名を人質に取り逃走していましたが、午後4時過ぎ、区内の公園で倒れているところを捜査中の警察官が発見し、その後死亡が確認されました。現場に犯人が所持していたという凶器らしいものは残っておらず、その詳細は不明のままとなっています。また、人質に取られていた女性の行方がわからなくなっており、現在も捜索が続けられています。なるほど。ニュースで報道されたということは、この情報に間違いなさそうだね。おい！びっくりした。まあ、いるか。さて、この場合、どうするのがいいのか。飛んで火にいるという、なんとやら、というやつなのか。さっきまでだいぶ動揺していたけども、もう大丈夫そうだ。平静を保つのも大変そう。とにかく話を聞いてみようか。この子、どういうつもりなんだろう。どうしてケロリとこんな真似ができるんだろう。最近の若い子ってみんなこうなの？ね？私の言った通りですよね。今ニュースで言っていた人質の女性というのが君で、そして、虹間文親を自分の持っている呪詛玉で呪い殺したのも君というわけか。え？かくまってくれるというのでお言葉に甘えてきちゃいました。あなた何を考えてるの？え？何って？そりゃもちろん最終手段ですけど。あなたは呪詛玉を持つ走り主だったってことね。びっくりしました。実は私も持っていたのでした。え、ていうかまだ日没じゃないけど使えんのかな。ちなみに津軽の太鼓です。それなのに他人の自殺玉を狙っていたのは？だって人殺しは良くないじゃないですか。そう思いません？え？そうね。生き返らせるために人を殺しちゃダメよね。ですよね。しかも一対一でもないし、ちょっと割に合わないと思うんですよ。なので私は誰かが貯めた再婚だけ使わせてもらおうと思ってたんですけど、なのにそうも言ってられなくて、みんな育児なしで自殺使ってくれないんです。軟弱な世の中になりましたよね。こういう時、目的のためにためらなく呪詛を使いまくれるような人も現れないんですから。君と一緒にいた波垣青年は、呪詛玉を使っていたと聞いたか？え、なんでそれ知ってんですか？やだ、この人気持ち悪い。ちょっと知り合いの刑事に聞いてね。うわ、出た。警察と知り合い自慢。いるんですよね、警察と知り合いだからって鼻にかける人。もう警察官なんてろくな人間いないのに。随分警察を嫌っているようだね。おばさま、この人怖いんですけど、何なんですか？いちいち動きは大げさだし。そういえば、自己紹介はまだだったか。僕は、いや、別にいいです。こいつの条件が怖いなぁ。
自己紹介しておきましょう。そっちも話しにくいでしょ。え、いいんですか？私に教えちゃって。まあ私はいいですけども。私はこの家のシギマハリエ。父と夫は警察官僚です。え？じゃあ警察の人間が最低な人ばっかりだってわかりますよね。ああ。そうね。確かに冷たい人は多いかも。特に身内に対しては。警察官の家族なら何があっても我慢して当然みたいなのよくあるし。そうそうそうなんですよ。嬉しい。おば様とはなんか分かり合いそうです。そう、よかった。そして僕は、でもそうだよな。あ、ねじまが持ってた、地蔵様、持ってるって考えると、名前明かすのまずいよな。私立探偵をやってる。うわ、聞いてもないのに、え、しかも探偵？こっそり付きまとって人の秘密を探ったりする仕事ですよね。あ、だからやたらと探りを入れてきたりするの？やだ。おお、どうやら何をしても嫌われる流れに入ったようだ。王様どうしてこんな探偵と一緒に行動してるんですか？ちょっといろいろ調査をお願いしていてね。なんかこっち見てるし。めっちゃ嫌われてんな。ところで君の親も警察官だったりするのかい？あんなのもう父親じゃないです。名実ともに。穏やかじゃないのね。もう戸籍上は縁を切ったのに、今日だって偉そうな割に助けてくれないし。今日？あ、はい。今日3人追ってた、堤って警部、あの人です。なんだって？君が堤警部の娘さんなのか？元です、元。元人です。父親らしいことなんて何一つしてこなかったんですから。大変なんだよ。多分、あんま知らんけど、警察もさ。実は今日、警察が追っていたあのねじまという男だけど、過去に逮捕された堤警部に恨みを晴らすため、娘を狙うと言っていたらしくてね。は？なので保護するために警察がずっと君を探していたそうだ。今日、警察に追われていたというのはそれだったわけか。そんなのわからないですよ。あんな大勢で高圧的に来られたって。ちょっと待って。それじゃあ私、今日あの犯人に命を狙われていたってことですか？ああ、そうなるね。幸い無事に済んだというか逆襲したようだけど。だったら正当防衛ですよね。過剰防衛だよ。いや、本当に怖かったんですよ。警察の身内だけでこんな目に遭うなんてたまったもんじゃないです。それは本当にね、子供にもとんだ迷惑がかかって。ごめんなさい。あ、いや、おば様が謝らなくても。ああ、ごめんなさい。つい息子と重ねちゃって。息子さん、何かあったんですか？うちの子もね、警察への復讐が目的で誘拐されて殺されてね。うわ、ひどい、最悪、かわいそう。あ、そういえば去年、そんな事件ありましたね。おば様の息子さんだったんですね。それは辛いですよね。この子の情緒が全然わからん。一旦、区切るか、ここで。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。